パウル・ヘルマン・フランツ・グレーナーは、ドイツの作曲家、指揮者。ベルリンのベルト職人の家庭に生まれた。1881年にボーイ・ソプラノとして、聖歌大入りし、1884年から1890年まで、ベルリンのアスカーニエン・ギムナジウムに在籍した。1888年には特待生として、ファイト音楽院で教育を受け、作曲を、 アルベルト・ベッカーに指示した。シュテンダルを振り出しに、ブレーマー・ハーフェイやケーニヒスベルク、ベルリンで学長として契約を結び、1898年から1906年まで、ロンドン王立ヘーマーケット劇場の音楽監督に就任する傍ら、英国王立音楽院でも教弁を取った。後に姓をグレーナーと表記するようになった。イングランド入りに先立って、 マリア・エリザベート・ハウシールトと結婚して3時を設けた。そのうち、長男・ハインツは10歳で、次男・フランツは20歳で創生しており、クラーラも30代で溶接した。パウル・グレーナーは1920年代末より国家社会主義ドイツ文化闘争同盟に入会した。声楽局のいくつかでは、ドイツ・ロマン主義文学をナチス・ドイツのプロパガンダのために流用しており、例えば、 フリードリヒ・シュレーゲルの思い出の歌による救い主はトークナイやテオドール・シュトルムの詩による闘争家はその典型に他ならない。ウィーンに一時期投入した際に新ウィーン音楽院の作曲法の教員を務め、1911年から1913年まではザルツブルクのモーツァルテウムの院長に就任した。1914年よりフリーランスの作曲家として、 ミュンヘンに暮らし、1920年から1927年まで、マックス・レーガーの公認の作曲法の教授として、ライプツィヒ音楽院で教鞭を取った。1930年に、前年に死去した、アレクサンダー・フォンフィー・リッツの公認として、ベルリンシュテルン音楽院の院長に就任。1934年には、プロイセン芸術アカデミーのマスタークラスを監督した。 1930年代初めに娘クラーラが没するとグレーナーは自分の死生児を引き取り養子にした。そのうちパウル・コラツォラは画家にヤン・コラツォラッタはジェリスト並びに指揮者になった。二人の聖母は声楽家のマルガレーテ・コラツォラッタである。彼女はピアニストのベルティ・コラツォラッタと共にベルリンの芸術家村に長らく住んでいた。 1933年2月に文化闘争同盟の他の仲間と共同でミハイル・ヤリーの演奏会を妨害して注目を浴びた。同年4月1日には国家社会主義ドイツ労働者党に入党し会員番号159万7250を交付された。グレーナーはナチス体制より数々の名誉を受け、1933年には 全ドイツの音楽家の統制機関である帝国音楽院の作曲講座の指導を引き受け、さらによ九1934年にはビルヘルムフルトベングラーの後任として帝国音楽院副総裁の地位に就いた。1941年にはこの地位をベルナー・エックが引き継いだ。1944年にはベルリンの自宅が爆撃にあって画界し、すべての自筆府が怪人に消えた。 家族連れでビースバーデンやミュンヘン、ウィーン、メスを転々として最後にザルツブルクの国立療養所で72年の障害を閉じた。作曲様式はリハルト・シュトラウスやマックス・レーガーらのドイツ高機ロマン派音楽に非常に影響されており、とりわけリート作家としてはヨハネス・ブラームスやフーゴー・ボルフ、シュトラウスの伝統に依拠している。時には クリスティアン・モルゲンシュテルン歌曲集、高主題の歌のように無調の音楽語法も採用した例もあれば、歌劇、ドンファン最後の変歴や、還元楽曲、牧羊神の王国より、のように、印象主義を施行した例もある。1920年代には、上演回数の多いオペラ作曲家であった。国家社会主義になびいたことにより、1933年以降はドイツで、 最も上演回数の多い作曲家の一人に上り詰めた。死後はほとんど上演されなくなり、グレーナーの作品は盛んにアリューと評価されるようになった。今日最も有名なのは、歴史的録音によって接することの可能な、モルゲンシテルン歌曲集である。ピアノ伴奏歌曲、還元伴奏歌曲など、還元楽組曲公共誌など、セレナーで、リベルティメント。ありがとうございます。